秘密基地の歩き方グリーニッチビレッジ編いきなりかやりたいというか。マーク・ジェイコブスとかもある、確か。着きました。何全然分かってないんだけど何キャリーってセックス&ザ・シティの主役のキャリーの、サラ・ジェシカ・パーク。いえ、ドラマの中での家ってこと？そうそうそうです。ああ、なるほど。本人じゃなくてね。はい。そうそう。ああ。どうでしょう。らしいです。こういうとこに住みたい。好きな人。セックス&ザ・シティが好きな人はぜひぜひ写真撮りに来てください。キャリーです。66です。66。どこ書いてある？写真撮る人はなんか募金してくれる、ね、ドネーションボックスがある入ってるよ。もはい、ということで、こちらがですね、これ何、これも何で有名なの？カップキャリーが、キャリーの行きつけ、セックス&ザ・シティのドラマの中のキャリーが行きつけのお店ってことだろ。あ、そうなんだ。らしい。マグノリアベーカリーね。カップケーキが有名でしょ。あとバナナプリン、プリン、ね、めっちゃ美味しい。あれうまい。めっちゃ美味しいですね。あれうまい。ちょっと入ってみようか。中見ます。入れるか。人多いか。うまいですよね。やばい。めっちゃいい匂い。顔。これが美味しいんだね。店の雰囲気もなんかメルヘンな感じだね。曲とか。Next on my。はいはい。Can I get a medium banana please? Anything else? Okay. 625. Small ice tea.そう、バナナプリンのこれ M サイズ、はい、スモールとミディアムとラージがあります。これがね、6.25 とかですね、うん、じゃあ、ね、開けてみます。はい、食べれる。わー、食べれる。バナナっていうの、こんな感じっす。めっちゃいい匂い。あ、なんかバナナのいい匂い。はい、悪いな。じゃあ申し訳ない。いただきます。深いからね。結構パンパンに入ってるんだ。うわ、美味しそう。ほら、これね、中ほら、バナナパウンドケーキみたいなやつとこのクリーム、バナナのクリームが混ざってる感じですね。いただきます。うわ、いった。めっちゃうまい。うまい。うん。あのね、うん、クレープみたい、バナナクレープ。うん、うまっ。ね、めっちゃうまこれ。うまっ。これはうまいわ。うん、今日食べれない。食べます。マグノリアベーカリーの向かいにあるブックマークって店があって、マーク・ジェイコブスの小物屋さん、うん、そうです。だから結構お土産とかにいいんじゃないかっていう、うん、ちょっと行ってみたいと思います。
アイスが食べたいよ。すげーアイスクリームショップ入って頼みたいと思います。あれっすよね、イーストビレッジの歌詞とありますよね。あるあります。てかニューヨークって結構こういうアイスクリーム屋さんだったりいろんなとこでなんか特定の日にちにフリーアイスクリームとかいろいろやってて、でたまにここも多分やってると思うんですけど、めちゃくちゃ行列があるんです。でも今日は違うんで普通に買いに行きます。シンプルにツイストですね。バニラとチョコレートいきます。やっぱ外出てきたら溶けるね。うまい。いただきます。うまいよ。シンプルやね。ずっとシンプル。おいしい。4ドルちょっと。そんなうまくない。うん、食べやすいと思う。うまい。はい、お疲れ様でした。やっぱコロナやな。コロナだね。夏といえばね、コロナ。あー、うまっ。やっぱね、あのオープンテラスで向こうの店もそうだし、もう通り沿いはもうみんなオープンテラスで外で、うん、飲んでます。おしゃれさんが。いや、どうやった？グリーニッチビレッジ。いや、久しぶりに来たけど、歩いてると、まあ、特に今日ピックアップはしてないけど、小さい店がさ、めちゃめちゃあるじゃん。いっぱいある。あ、こんなとこにこんな店あったのに。そう、紹介しきれないから、なんだろう、特に女子とか女の人なんか散策したらさ、あ、この店かわいいみたいなのさ超あると思う。さっきもね、いろいろね話してて、後ろで歩いてる時にいろいろあって、なんか有名なその美容系のお店だったり、結構面白かったですね。観光するには結構いいかもしれない。じゃあいいと思う、うん、めっちゃいい。天気がいいとかはね、うん、結構歩くけど、女子向けかな割と。多分ね、うん、カップケーキとかさ、あったし、インスタ映えするんじゃない。ちょっとそうね、本当に可愛い店めっちゃあるから。で、それこそさっきのブックマークじゃないけど、お土産とかもさ、うん、そうね、いいの見つかる。お土産も結構ある。中は映せなかったですけど、中はめ小物がいっぱいあって、可愛いあの鏡だったり、リップスティックのボールペンだったり、いろいろなんかキーホルダーとかいっぱいあるんで、お土産にはめちゃくちゃいいと思うね。よかった。まあ第1回どうですか、リーダー。いやー、最初にグリニッチビレッジやったやん、うん、結構あのニューヨークって基本的に縦にこうアベニューがあって横にストリートがあるけど、この辺って入り組んどって結構道がいっぱいあるよね。そう、でも全部行くんだったらもう相当くね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 したね。だって俺ら結構長く住んでるけど、それでも迷ったもんね、うん、本当に迷った、うん、でも良かったんじゃない。第一回この地球の歩き方のおかげでなんとかいけたね。お世話になってます。これにてグリニッチビレッジ編終了です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。次回をお楽しみに。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンぜひお願いします。 Twitter、Instagram もやってますので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。皆様、笑顔一日頑張りましょう。ゴー。